キムッチです。ですね、今日はまあ前回に続きちょっと妙義山に来てますんで、妙義山でちょっと下ってみようかなと思います。で、今一応いるのが道の駅妙義ってことなんですけど、今回僕がまあテーマにしてるのが、まあ人気アニメイニシャル D の聖地巡礼ってことで、イニシャル D の妙義ナイトキッズ聖地ということで、ちょっとそういうのも楽しみながらドライブしていけたらなと思ってます。で、一応この道の駅妙義も原作の方では上りのスタート地点としてモデルになってる場所なんで、まあ、ちょっと簡単にこう妙義の道の駅も含めてこう観光とかもしながらこうちょっと聖地巡礼ができたらいいなと思っております。楽しい動画にしていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあちょっと妙義山の、道の駅妙義のちょっと案内をしたいと思います。といっても別にお店とかが開いてるわけじゃないんで、ちょっと簡単に紹介する形になると思うんですけど、ちょっとこんな感じですね。ちょっと今霧がかってて、でもこれでも落ち着いた方ですね。さっきはもっともう思いっきり濃い霧がかかってました。で、ここは本来なら売店とかこうソフトクリームとか売ってるみたいです。ですね。で、こっちはトイレになります。で、まあ、ここ駐車場入り口なんですけど、あそこにもう自販機のコーナーがあって、で、ここは観光マップがあります。あ、こんな感じですね。で、今ここなんで、まあ、ここから進めようって、まあちょっとこっちの方面は多分行けないと思うんですけど、まあここから上の長野の方向かっていこうかなと思ってます。まあもう簡単にこんな感じになりますね。結構やっぱツーリングとかで来てる方が多いかなと思います。で、なんか近くに一応もみじの湯っていうなんか温泉宿はあるみたいですね。じゃあこんな感じですね。もうすごいですよね。こっから見てももう道がすごいの分かりますよね。まあ、ちょっとこっからまた走っていきたいと思います。まあ、安全運転でとにかく気をつけながらゆっくり走っていきたいと思います。じゃあちょっと車戻ってきたんで、ここから妙義山、とりあえず上の方まで麓まで行こうかなと思います。上の方まで行って、まあ、そこから下るという感じで、また乗ったら撮影したいなと思います。本当に足元気をつけた方がいいですね。本当に危ない。こけそうになりました。いや、しかしこれ登るのも大変ですけど、降りるのやだな。よし、最後ですね。しっかり、いやこれきついですね。普通にきついな。
近、すいませんね、ただのあれかなと思ったんですけど、結構こんなのもあってすごいですね。とにかくちょっと息が切れちゃったんで、まだまだハイキングコースあるみたいなんですけど、戻りたいと思います。ちなみにこんな急な階段を下るのはちょっと怖いですね。まあ、ちょっとゆっくり降りてきます。一応は降りました。ちょっとね、せっかくなんでこっちの方来たいと思います。まあ、こっから見ると伝わるかな。ここが、スタート地点ですね。イニシャル D の下りのスタート地点になります。こんな感じで、じゃあちょっとこっから妙義を下っていきますんで、ちょっと切りかかってるんで、もしかしたらこううまく撮影できるかわかんないんですけど、まあ、ちょっと撮って、結構すごい道なんで、まあ、映像を通してこうまたイニシャル D 好きな方なんかは楽しんでもらえたらなと思っております。いやでもここ本当にパワースポットみたいなところで良かったです、すごい。じゃあ車に乗りたいと思います。 Ready? Go!
木山下り終わりました。いやーほんとね、結構ハードでしたね。道も狭いし、道もまあいいか悪いかで言ったら悪いですし、結構やっぱアップダウンが激しかったんで結構きつかったですね。まあ本当に結構やっぱりイニシャル D のファンの方で聖地巡礼って形で行く方多いと思うんですけど、まあ、本当に安全運転で気をつけながらゆっくり走ってもらえればと思いますので、まあとは言ってもやっぱ妙義ってちょっと初めて今日来たんですけど、なんかすごいパワースポットみたいなところがあって、当然下から見る妙義山もすごいもうパワースポット感あるんですけど、実際行ってみて日本一の大黒様だったりとか、あとはもう本当にいろんな神社だったりそういうところが本当パワースポットだなって感じました。だから本当に行く価値はすごいあると思いますんで、まあ、ぜひ皆さん来て楽しんでいただければと思います。というところで今日の動画は以上になります。また引き続き群馬の動画を上げられたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。観光名所で有名な軽井沢、しかしその群馬と軽井沢を結ぶ碓氷峠、次回はそんな碓氷峠の見どころをお伝えしていきたいと思います。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。